こんばんは、うのぴゅーのうがりどりの遠藤です。本日もモデルでおなじみのノア君、こいさんに来ていただいてます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。遠藤さん、ノア、Thank you very much。 今日はですね、スポーツの 22AW 商品の紹介をさせていただきます。はい、うのぴゅーのうがりどりスポーツラグジュアリースポーティーデザインを掲げ、2018年8月より展開される新レーベル、まあまあ最近なんですね。最近ですね。そうですね。国内外を代表するグローバルアスリートをゲストに迎え展開するグローバルプロジェクトレーベル、インラインコレクションとは差別化を図り、より追求したものづくりをご提案しています。ノア君が着ているセットアップ、あとこの他にパーカーもあるんですけども、究極なジャージー素材をベースにメッシュジャージーを切り替えアクセント、家着から町着まで活躍の幅を広げるコンフォートコレクション、ベンチレーション的なやつですかね、まあ、汗というか、なんて言うんでしょう、通気性なんですかね、はい、そう、ケツのこの切り替えとか、ね、どうですか着心地、すげえ伸びる。まあそうね、さっきちょっと小井さんとこうやってふざけてやつ、あ、気をつけて、結構燃えちゃう、燃えちゃう。すげえ伸びる。色展開が今これノア君着てるのが、グレー、その他にブラックの2色展開となってます。意外とあったかいですね。そうですね、うん、一応まあ秋冬の機能素材を使ってるので、ね、あったかさもあり、でこのまま運動しても大丈夫ってことですね。いけます、もちろんです。はい、はい、こちらパーカーですね。パーカーは先ほどのクルーネックに比べるとレギュラーシルエットタイトな感じにはなっています。どうですかノア君。いいですね。え、さっきのやつのでもジップではないんですよ。じゃないですね。さっきのはちょっとあのオーバーシルエットのちょっとゆったりめのビッグシルエットになってるんで、こっちはまあややゆったりしたジップアップのパーカーですね。まあ、素材は一緒です。色味も一緒ですよ、ね。もちろんあの同素材で使ってるんで、それこそなんかまあ本当スポーツ。このパンツ万能っすよね。やばい、これ1本あったら上でだって何でも買えるだけで。買える。この気持ちです。ありがとうございます。すぐ脱げちゃうし、そうね、もう便利ですね。このプリントはこれゴムプリント、そうですね、ちょっと肉厚なプリントがパンツにも、裾こっちからここに、はい、同じプリントが一応入っています。すごいな。値段なんですけども、パーカーが82,500円、ビッグクルーが65,000円、パンツが73,800円、すべて2色展開のグレーとブラックになります。サイズ展開は3S から7の WXL までの展開となってます。今ノア君が着用しているサイズが全てサイズ 5V のサイズになっております。続きまして、こいさんが着用しているアイテムを紹介していきたいと思います。 ZY シリーズというシリーズになりまして、高密度のスーティングジャージを組み合わせ、撥水や UV 加工を、施されている超薄いストレッチ素材を2枚使いの重ね縫いした贅沢な生地使いをしたジップパーカーになります。どうですか小井さん。うん、最高最高、着心地ゆったりしたシルエットにはなってる感じですね。パーカーと同素材のジョッパーズパンツですね。特殊な切り替えを施して膝から下にテーパードを効かしているリブパンツですね。シルエット重視でかなり履き心地も良く綺麗なリブパンツとなっております。カラー展開がですね、今小井さんが着ているものがチャコールで、その他もう一色がブラックの2色展開となっております。小井さんどうですか着心地、履き心地。うん、素晴らしい、ありがとうございます。気持ちいい、こんな感じで大きくうのぴゅーのうがわれどりのロゴが一応プリントされてます。超薄いストレッチ生地を2枚重ねした、こいさんちょっと裏地を、表面と裏で違う素材を使っている、でも裏地も裏地でかなりストレッチの効いてる素材を使っているんで、着心地は抜群かなと。こいさん着ているパーカーが165,000円、パンツが75,900円になります。サイズ展開はサイズ 3S サイズですね、から7番の WXL までの展開です。小井さんの着用サイズは V サイズ5番 L サイズですねを着用しています。かっこいいね小井さん。おかげさまで小井さんに着替えていただきました。コートに代わるウォームアウターシリーズの一つですね、カーリングストレッチボアスムーティング起毛ジャージーとのコンビネーション
の異素材との組み合わせをベースに、包まれるように形成されたバルーンシルエットが特徴ですね。かなりのドルマン3になってます。かなり大きめのシルエットになってますね。先ほど紹介したビッグクルーの上からでも着れるようなオーバーサイズのシルエットのブルゾンになってます。2色展開、今小石さんが着ているのがブラック、もう1色がスノーグレー、2色展開になってます。色によって金額が変わるんですけども、小石さんが今着用しているのが198,000円で、もう1色のスノーグレーの方が203,500円で、サイズ展開は同様3の S から7の XXL まで展開しています。小石さんが着ているのは L サイズ、V サイズですね。続きまして、ザ・セインツ・マフィア・クラブ、南米ブラジルをはじめニューヨーク、パリス、スペイン各地で注目を集めるザ・セインツ・マフィア、通称ザ・セインツ・マフィア・クラブ、ネイマール・ジュニア、ダニエル・アウベスなどの世界のトップアスリートでありファッショニスタから愛され、ケンドリック・ラマーの南米公演のホスト役として活躍する兄フォルテス・クレーベルとデザイナーであるフォルテス・エンリケによるアーティストブランドです。今小石さんが着用しているサジャンですね、こちらスポーツレザー、ストレッチの効いているストレッチレザーになります。小石さんどうですか、ストレッチ効いてる？うん、効いてる、楽に、うん、待ってる。色展開はこちらのブラックのみです。価格は126,500円、サイズ展開は 3S サイズから XXL までの展開です。着用サイズは5番の L サイズを今着用していただいてます。高級感があるね、高級感のあるアイテムですね、はい、どうですか小石さん、ストレッチは結構効いてる、うん、あとは高級感にあります。うん、まあ、どんなスタイルでも合わせてもらえるような、うん、まあ、アイテムですね、はい、きれいめなパンツ、きれいめのパンツでも、まあ、もちろんデニムでもいいですし、はい、まあ、一応スポーツの方で出してるんで、まあ、こんな感じで今日は、うん、はい、紹介してますけども、いろんなパンツで合わせてもらえればいいと思います。万能ですね。続きましてロニーの紹介をします。ウノピューウノウグアレトレが提案する新ロニースタイル、第二の人生を歩む人、ロナウジーニョガウショを次なるステージに導くビッグサプライズであり、今後の活躍を予感させる究極のコラボレーションとなります。ノア君が着ているのがダウンですね、スポーツレザーとのコンビのダウンになりますね。どうですか、得意っす、もちろん軽さ、あったかさ、軽いっすね、うん、でも多分なんかその 外から見るとこの高級感みたいな、重そう、ね、重そうに見えそうですけどね、うん、重そうですけどね、全然多分めちゃめちゃ軽いっす、軽い、あったかいし、あったかい。ブラックのみの展開です。価格が308,000円、サイズ展開は 3S サイズから7の XXL の展開になっております。続きまして、小石さんが着用しているダウンですね、対照的にこちらダウンパックが見えてないんですけども、小石さんが着用している方はダウンパックが見えており、袖にはですねラバーのちょっとスポーティーに見えるデザインを施しているダウンになります。小石さんどうですか、うん、このデザインすごい面白い、うん、見たことない、うん、確かに、それもまっすぐではなくて立体的にデザインされたテープになってます、うん、斜めに、はい、うん、入ってます。こちらも色展開は小石さんが着用しているブラックのみ、プライスが275,000円になります。サイズ展開は 3S サイズから7の XXL、 小石さん着用サイズは V サイズの L サイズになっております。スポーツローニーの紹介なんで2人ともこういうスウェットのリブパンツで合わせてますけども、まあ、何でも合わせられるアイテムだと思いますので、いろんなものと合わせてみてください。はい、小石さんに着替えていただきました。こちらのダウン、特徴的にはその袖ですね、刺繍のロゴテープツイスト状にデザインをし、かなりスポーティーに見えるダウンにはなっております。両肩そうなんですけど、フードの立ち、かなり特徴的なダウンにはなっております。小石さんが着用しているものがですね275,000円、カラーは小石さんが今着ているチャコールの1色のみの展開となっております。サイズは 3S サイズから7の XXL、 小石さんが着用しているのは L サイズ、こちらも本当何でも合わせやすい商品にもなってますので、デニムでもスラックスでもどんなものでも合わせていただけたらと思います。今回ウノピューのウガレトレスポーツの紹介をさせていただいたんですけども、どうでしたか、着心地がいいですね。ジム行く時も普段も着れるんで、もちろんで、インライン組み合わせたりとか、はい、まあ、今日スポーツですけど良かったですね。で実はですね、この中に着ている T シャツ、これそうです、これも実はセンツマフィア
マジっすか、商品何のドッキリっすかこれさらっと言ってたけどめちゃくちゃ有名なラッパーっすからね、ケンドリック・ラマー。そうめっちゃびっくりしちゃう。コイさん知ってる、知ってる、知ってる、あのケンドリック・ラマー本当に T シャツの裏すごいかっこいい。それ見る、見る、これよくない。でもセインツ・マフィアも何も書いてないんだけど、うん、フロントにしか、あ、ここにね、これすごい、ロナウジーネイルびっくりしましたね。今日は今回はこんな感じでノーピューのウェルトレスポーツのロニースポーツテインツマフィアクラブ紹介させていただきました。また次回お楽しみに。ありがとうございました。